本題に入る前に、まず皆さんに僕の動画をね一回でも見てくれたことがあるという人それぞれ一人一人にこのチャンネルを今までサポートしてくださってほんまに、ありがとうございますと伝えたいです。中にはね2015年から、僕がふざけた英会話の動画を作ってた時からサポートしてくださってる方もいますし逆に今週から、チャンネル登録したでっていう方もいると思うんですけどそうやってまあいろんな形で一人一人そういう風にサポートしてくれてる方がいるから僕はこうやって自分の好きな、コンテンツを作ることができてそのコンテンツをベースにして、皆さんとコミュニケートをすることができています。まあクリエイターとしてはこれ以上ラッキーなことないですよ。こんないいコミュニティにサポートされてるのはほんまね恵まれてます。すごい、幸せなことです。ほんまありがとうございます。だそういう皆さんに、今日はちょっとしたお知らせがありまして、まあ、自分の中では結構ビッグステップなんですけどポイントから言いますと、動画の投稿頻度を少し減らします。リクト AF こんにちは、リクトです。はい、まあ、早速なんですけど今週からは動画投稿を週1に金曜日だけ今までは週2で課金でしたけど今週からは週1に減らします。で今日はその理由について話しますね。このチャンネルを NBA チャンネルに変えてから約2年が経ちましたけどもともとチャンネルのテーマを変えた理由っていうのは、まあ、簡単に言うとNBA が大好きやったから。赤ちゃんの時から NBA 見てて物心ついた時から今までずっと NBA だけは1ミリもブレずに大好きやった。で何か一つのことに対してものすごい情熱があって心の底から大好きな時ってやっぱその何かを他の人にもそれがどれだけ素晴らしいものなのかっていうのをシェアしたくなりますよね。そやから毎回ね動画の最後に僕は、これからも何やったっけ忘れて、これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。デハデハ平和って、まあ、NBA をもっといろんな人に楽しんでもらいたいから言うてるわけですよ。とにかくこの NBA コミュニティが大きくなればなるほど僕としては嬉しいわけです。だからこの2年間もうほとんど休まずに収録、時には週7で極端なぐらい熱出してる時とかもジョー・イングルスの動画ね、熱、あれもったいなかったな。ちょっと今日風邪気味なんで少し辛いんですけど、それだけイングルスが好きという証拠にもなるんで頑張りたいと思います。ジョー・イングルズといえば数日前に、まあ、あの時はね治るまで待てばよかった。フルゲームみたいにまあピッツァーゲームか、みたいに活躍するならまだしも明らかに病気のパフォーマンスでしたからねあれはちょっと僕のミスでした。バスケの神様にね、ジョー様に失礼なことをしてしまいました。でまあこの2年間やってきたことは全然後悔してないしやるべきことをやったっていう気持ちなんですけど最近気づいたのは、このスケジュールをこのまま続けていくとどんどんその自分が作りたいクリエイティブな NBA コンテンツが逆に減っていってしまう。常にその火曜日と金曜日火曜日と金曜日締め切りのことで頭がいっぱいになってしまう時が多くなってきてそんなマインドセットではいいものは絶対に作れないということに気づきました。そんな NBA 動画ごときで文句言うとるんとちゃうわこのクソが。え？お前な、ニクソニクソニクソみんなもニクソニクソって思ってる方の気持ちも 100% わかります。ただコンテンツクリエイターとしては世の中のこうビッグピクチャーで見たらただのね動画ごときっていう風なカテゴリーに入りますけどやるからにはやっぱりベストな一番いいものを皆さんに提供したいわけですよ。だからこそ今回、動画のスケジュールを変えることにしたんです。ほんでこの決断するまで、まあいろいろと考えましたけど2つのメインの要素というか、まあ、理由のおかげで自分の中でも納得することができました。1つ目の理由は、ちょうどその元々は英会話のチャンネルやってたんですけどそれを NBA チャンネルに変えた時に当時僕以外で NBA の解説系チャンネルをやってたのは僕の知ってる限りでは、ニッキー T ねニコラスだけやったんです。ほんで僕日本でもバスケ大好きな友達っていうのは結構いるんですけどそういう人でさえも NBA のことになるとそんなに詳しくないっていう人がほとんどやったんで勝手に日本では NBA のコミュニティはまだまだ小さいんやなっていうふうにまあ勘違い思ってしまったんですね。だから今から思うとだいぶ生意気な考えでしたけどほんま NBA のコミュニティを広げるためには僕とニコラスが頑張らなあかん
とにかく YouTube を使って広めるためには自分たちが頑張らなあかんっていう風になんか責任を感じたんです。だから最初の頃はもう週3で動画作ってましたし、週2に減らしてからもうこれでも足りないぐらいやってなんか罪悪感を感じながら、 NBA の面白さを知ってもらいたい知ってもらいたいっていう気持ちで、まあ英語で言うこうタノビジョン、トンネルビジョンやったんです。やっぱ NBA って奥が深いですから、メインの選手とかももちろん紹介したいけど、そういう細かいところも伝えたいから、もうとにかく止まる暇もなく考える暇もない、NBA 選手やったら誰やろな、もうなんか本気のレブロンみたいな、ショーン・ケンプ、バルボーサみたいに、もうとにかく前にアタックモードの動画作りペースやったんです。ただ現在の、日本での NBA YouTube 界を見てみると、いろんなクリエイターがいますよね。もちろんバスケ業界では大ベテランのソースポとか、バスケットボールダイナーとか、彼らはさすが、熱狂的なファンでも知らないような情報をシェアしてくれてますし、でもそれ以外でも、さっき言った My Little Brother ニッキー T とか、ビアボーラー、タイムアウトのバンバさんとか、ダンクマンヨシさん、グリーン TV、 他にも言い出したらもうキリがないんで、ちょっと名前言ってない人たちはごめんなさい。こうやっていろんな NBA クリエイターが出てきたことで、これ上から目線に聞こえてしまうかもしれないし、決してそういう意味ではないんですけど、これからの日本での NBA コミュニティに期待できると、ちょっと安心してます。ちゃんと伝わってるかわからないんで、一応英語でも言いますと、こう I thinkThe NBA community in Japan is in good hands now, with all these quality creators coming out. 言い方を変えると、NBA 動画を投稿し始めた頃みたいに、とにかく週3回でもいいから動画をバンバン出さないとっていう気持ちはありがたいことになくなったということです。他にもたくさんいい NBA クリエイターがいるから、みんなでこれからも広めていきましょうというマインドセットになれてるわけです。そして動画投稿の頻度を減らしてもいいかなと、思えた二つ目の理由は、このチャンネルでの投稿は減るかもしれないけど、他のプラットフォームで、また違う形の NBA コンテンツを僕は作っていくからです。まあ皆さんも見てくれてる人もいると思うんですけど、新しいチャンネル NYK 再建プロジェクトとか、あとはそれとは別に YouTube ではないですけど、ポッドキャストを来月かな、まあ始めたらまた告知しますけど、そういうのもスタートしますし、あとは楽天のデイリーナインネクストとかにも出させてもらってるので、コンテンツの量で言ったら逆に、増えてるかもしれませんね。まあ一つのチャンネルで決まったタイプの動画だけを出してるっていうよりかは、いろんなところでいろんなスタイル、いろんなトピックについて話すと、それこそもっとクリエイティブなコンテンツが作れるっていうのが、まあ一応僕の考えです。はい、まあそういうことなんですけど、まあ、それとは別でクリエイティブといえば、恥ずかしながらこの2年間結構やっぱバランスの悪い生活をしてきたので、私生活でももうちょっとクリエイティビティにフォーカスしたいなと思いまして、もっと音楽聴いたり映画見たり、音楽作ったり、もう適当なもんばっかり作ってんの疲れたから、もっと料理も習いたいし、ちょっとしたショートフィルムとかも作れたらいいなって思ってますし、 2K とかももっとしたいし、世の中がもっと安全になったら地元であるニューヨークをもっと皆さんにも紹介したいし、あとはあとデザインとかも、この YouTube とかもそうやし、 SNS の新しいロゴを作ったのとかも前のスケジュールやったら絶対にできてなかったですから、やっぱそういうことにももっとチャレンジしていきたい。で、時にはそういう NBA とは全く違うジャンルの動画も出したいなっていう気持ちもあるので、基本はこのチャンネルでは NBA 動画週1ですけど、サプライズボーナス動画とかも、動画のコンセプトとか、編集とかにもっと時間をかけて、もう一クリエイターとしての動画もたまにはアップしたいと思ってます。多分今の時点ではリクト AF といえば NBA YouTuber というイメージで見てくださってる人が多いと思うんですけど、リクトっていうやつはそれだけとちゃうでっていうところも皆さんと少しずつシェアしていきたいと思ってます。皆さんタイラーザクリエイターって知ってます？最近あんま言うてないような気がするんですけど、昔よう彼が言うてたのは Don't put me in a box ね、俺を箱の中に入れるなと。例えばリクト AF といえば NBA YouTuber、 こうやって箱に入れて NBA 以外のことは話すなっていう風な扱い方はしないでくれっていう風にタイラーよう言うてましたけど、でまあ彼の場合はそのポイントまたワンレベル上げてね、あもテンポあもテンポって、まあ要するにそうやって箱に入れようとする人はたくさんいるけど、自分はこういう風になりたい、こういう人になりたいって思って信じればなれますよっていうメッセージを送るために、まあ俺は机や、誰が何と言おうと
と俺は人間じゃ机やっていう風に言うてましたよね。要するに僕が言いたいことは、まあ、自分に言い聞かせてるだけなのかもしれないですけど、いろんなことをトライしてみることは悪いことではないよということです。僕もこの2年間俺はもう NBA YouTuber やから NBA のことしか動画出さないって言うてきて、まあ、後悔はしてないですけど、これからは、週1で NBA の動画を出しながらも他のジャンルにも挑戦していきたいなと思ってます。はい、今までサポートしてきてくださった皆さん本当にありがとうございました。でもしよければこれからもどうぞよろしくお願いします。これからもバスケ NBA の面白さをみんなで広めていきましょう。ではでは、平和。